or junior high school introduced the, you know, like the tool that we use like in this school, mm-hmm. maybe more people can access like the mm-hmm. education easily, mm-hmm. and then the you know, the range of the education that that they can access is also, you know, widened. So I think for education, yeah, speaking of working environment, mm-hmm. Japan is now focusing on working mm. from home. Okay, yes. Which we didn't push at all before Corona. Right. It's true, there are some students who don't have personal computers or tablets, so someone said they don't have, we can't give equal opportunities to all students, but now. But, you know, every time, like, we faced a difficult time, and after that, mm-hmm. The things will be better. I okay. hope so. Mm-hmm. I definitely hope so. いや、まあそれはね、その人の努力によりますよ。ある特定のね、あの英会話学習プログラムを使えば、あの必ず誰もがペラペラになりますよという、そういうことはまずありえないですよね。大事なのはその英会話学習プログラムや英会話教材がその方の英語力を向上させるのではないと、ここを履き違えてスクールやあるプログラムがあなたの英語力を向上させるんだと思ってしまうと、もうこれがダメならあれ、あれがダメならこれっていう感じですよね。あのそうじゃないです。英会話教材はあのどんな教材であれ、どんなプログラムであれ、自分自身が自分自身で英語力を高めていくための単なる道具ですので。 This Native Buster Pro gives is a kind of eye-opener. I'm very surprised to find my English really became very smooth. And also, like, we can practice, you know, speaking in English with the voices of the native speaker. So, like, I think Native Buster Pro offers the, all of the skills that we need to, you know, to build the foundation for English. And then also those words are used in other, like, parts as well. So we can brush up the words or phrases many times through the Native Buster Pro.簡単に言えば、あのやるべきことをやることですよ。まず基礎固めをするじゃないですか。例えば体操選手ならいきなり月面宙返りを挑戦したりはしないですよね。ちゃんと前転ができて、ちゃんと倒立ができて、そういうことをするはずですよ。で、英語でもそれはそうなんですよね。中学レベルの英語で、それで満足する人はそれで満足すればいいんですけれど、日本の中学校の英語っていうのはね、日本語を喋りながら日本語ベースで教える英語ですから、英語の基礎ではないです。本当の英語の基礎っていうのはネイティブの、例えば子供たちが話すあのレベル、簡単な単語をもう自由自在に使いこなすじゃないですか。で、それはもうね、とてもじゃないけど日本の中学レベルじゃないですよ。To, what are you going to do in Hokkaido? I'm going to the zoo. That famous one. Yeah. What's famous? Asakawa. Yeah, they've got really funky like fish tanks. You can go over it. Yeah, it's supposed to be really cool. Their display, the way they display it and exhibit the animals are really unique. Where is that?Asahikawa, which is like a couple hours away from Sapporo. Wow. But we're gonna fly into Sapporo and then, you know, take like a tour bus or something. That's cool. あの子たちが使ってるその簡単な基礎英単語を、あのレベルの基礎力を私は申し上げます。とてもじゃないけど数ヶ月で身につくものでもないですよ。ビジネスでも使え、討論でも使えて、ジョークを言い合ったり、そういったことをが自由にできるレベルを目指すんであれば、確固としたネイティブレベルの基礎力をまずつけることがまず第一ですね。学校の英語って基本的には暗記するっていう形が主流だと思うんですけど、ネイティブバスタープロはその暗記っていうものが一切なくって、中に収録されている単語自体はすごく簡単なものなんですけれども、それをどうやって使って、どうやってネイティブの人のように使いこなせるかっていう訓練をするもので、暗記とか理解っていうよりも使い方を学ぶっていうのがネイティブバスタープロの特徴だと思います。インスタント的な用語例みたいのはないんで、その代わりにその基礎となるような単語、いろんなパターンで出てきて、土台作りみたいのがもう全体を通してできるようになってるんですよ。
インスタント的なワードを知らなくてもそれの組み合わせで最終的に普通に説明できる。小学校で触れる基礎単語になるんですけども、その基礎単語っていうものを、まあ、ちゃんと理解していなかったし、なので、まあ、一から英語を勉強した気分に感じましたし、なぜ早くこの学校ネイティブマスタープロに、まあ、出会わなかったのかなというのは感じました。ホームワークとかの中に本当に簡単な単語を使って、でももうすごく深い意味のことを表現に出会うんですよ。あ、こういう言い方ができるんだ、例えばステイを使ってとかレッドを使ってっていう。だからマスターしたい、なんかもう宝庫なんですよね、表現の。言葉っていうのはそんなにこう急速にこう目に見えて上達するもんじゃないんですよ。英語をマスターするのに、要するに、まあ、ある程度こうネイティブと対等に話せるぐらいのそんなレベルまでマスターするのに最低3000時間は学習しなきゃいけないと。でこれはもういろんなデータが証明してるんですよね。道具があなたの英語力を高めるわけではないですから、だから仮に16ヶ月やれば誰もができるようになると、それはねその方の努力次第です。諦めることをしないでちゃんとこう地道にずっと努力を続けられる方じゃないとちょっと難しいとは思いますね。もう語学の習得というのは別に英語に限らずそういうものなので、ただまあいろいろ効率的なやり方ってあるので、全部で700レッスンありますよね。他との違いは日本語を使ってない、余計な日本語の先入観を使わずに学べるっていう、それなりに早いんですよね、ネイティブスピーカーの話するスピードが。でも僕的にはこれできないとそもそもネイティブレベルで話すの無理でしょって思ったんで、きついとは思いましたけど、でもそれが本質だと僕は思う、生の英語というか。ネイティブマスタープロに載っている表現っていうのは確かに一見基礎単語ではあるかもしれないんですけど、本当に会話の中に対応される表現だったりがたくさん出てくるので、それをやっぱりイメージとしてネイティブが使う感覚っていうのもそこで学ぶことができるので、まあ、アウトプットできるところなんですよね。そういった英語っていうのはなんとなく頭の片隅にあれば、まあ、クリアできるものはほとんどなんですけれども、やっぱり基礎がないとアウトプットができないんですよ。覚える暗記だけですと、その言葉の持つ意味とかそんなところまでまずやらないんですけども、ネイティブバスタープロですと簡単な単語が実は様々な意味を持っていて、より実践に近いっていう感じがありますね。このシチュエーションでこのフレーズっていうような覚え方だと応用ができないんですよね。割と実践的に使える単語ですとかフレーズ、そういったものを載せている教材ですので、すごく実践的に役立つものだと思っています。単語だけこう頭に入れてもどう使ったらいいのっていうところが多くて、アウトプットができないっていうところが多かったんですけど、元基礎単語なので元の言葉を知ってて自分の中で日常的に取り入れやすいというか、メモライジングというよりは自分の中に馴染んでいって使い慣れていって自然と出てくる感じになるので、まあ、そこが大きな違いかなと思います。大切なのは今自分に何が欠けてて、こう何が必要で、それをちゃんとしっかりまず見極めることですよね。それをちゃんと分かった上で、それをじゃあどうすればいいのかという答えをきちんと与えてくれているもの、それを選んでください。何にしても言葉というのはそんな簡単に身につくものでもないし、ある程度の努力とある程度の時間は必ず必要ですので、そのことを正直に伝えたもの、何を身につけるにしても人は集中してる時にしか何も身につかないですから、集中させるようなもの、別に教材に限らずいろいろあると思うんですよね。いろんなメディアのものを使ったりしてシャドーイングとかリピーティングとかをしてもいいですし、それは集中力を使うと思うんですよ。そういった学習の仕方をすることですよね、うん、まず自分自身です。海外旅行とかに行ってその瞬間だけちょこっと話したい人はやる必要ないと思います。英会話をやりまくるっていうのを一回やったんですよ。もう1ミリも意味なかったですね。もうここに来た時に僕が喋れてなかったって感じたんですよ。
四郎さんの印象とかプログラムの内容とか見て、これならもういけるでしょ、これに本気で全力投球すれば、学校の授業で嫌いになる前にこのプログラムをぜひ使ってもらいたいと思うのと、例えば自己紹介をするとか自分の趣味についてとかを話すだけで大丈夫ですっていう方は他の教材でも大丈夫と思うんですけど、もっと奥に進みたい方、そういう方はすごく向いてると思いますね。その簡単な基礎単語でその自分の気持ちとか状況をこんな風に英語で言えるんだなっていう、その驚きを味わってみたい方ですね。もともと日本語で考えがちな人にとって本当にその日本語のをクリアするいい教材だなと思います。本当に英語のいろんな分野を上達させたいっていう人には向いていますし、ネイティブの短い会話がたくさん聞けるっていう意味では本当にすごい情報量が詰まったものでもあるので、就職先が決まったので、海外の支店で働くことも挑戦できるので、そういったところを今は目標に。英語ができなかった頃は全然夢がなくってどうしようかなって考えていたんですけど、そのここに入ってで英語がそこそこできるようになって、英語を使って何かをするっていうことを視野に入れられるようになりました。自分がもともと興味があった経営ビジネスをじゃあ英語でやったら、もしかしたらここで学んでることも活かせるし自分の好きなこともできるんじゃないかなと思って、その自分の可能性とか視野が広がったなっていうふうに感じてます。